イサオさん、マサヨさんですわよ。無駄よ、走ることに集中してしまってる。こうなったらマサヨさん、彼に勝つのよ。何言ってるの。マサヨさんを見捨てて降りるなんて。そうですわ、私たちが降りれば軽くなってスピードが増すはず。ささみ、リュウオーケ、降りるわよ。やった、降りよう。降り、うん、どうやって。無茶だよ、そんなの。マサヨさん、行くわよ。アヤカさん、マサヨ！アヤカさん、ササミちゃん、ありがとう。これで私たち水星に戻れます。水星？元気でね、お幸せに。さようなら、ありがとう。アヤカさんも頑張って。頑張るわ。きっと天地様の気持ちを確かめてみせますわ。双子じゃなくて恋人の彗星だったとは。それにしてもなんで男の方は走ってんのよ。ライダーにしてやった意味がないじゃない。ここどこ。仙台だって。仙台って何。仙台ってどこ。東京はどっちですの。走ってる間に東京を通り過ぎちゃったんだね。何よこのくらい。天地様への愛があれば仙台だろうがアメリカだろうがヒッチハイクしてみせますわ。ささみ、用意はいい。東京へ行くわよ。さてと、誰だこんなに遅く。あ、愛花さん。ささみちゃん、どうしたんですか、その格好。え、ちょっと。ようやく帰ってきたか。こいつら何してきやがったんだ。しょうがねえな。明日何があったか教えてもらうからな。マサヨさん、お幸せに。やめられない。
まさき天地です。文化祭で朔也さんたちがクレープの模擬店を出すことになったんだ。これはそのお手伝い。だけどどうも女の子たちの様子が変なんだ。何やら陰でこそ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 と。それに天ヶ崎のやつも最近は前にも増しておかしいんだけど、まさかあいつ。次回新天地無用、文化祭愛の始まり平和の終わり。